素敵な時間をご一緒してまいりましょう。今夜はどうぞよろしく。叫んでたんだよ、届かないから。この涙に君を抱いて眠った日をまだ思い出に、僕叫んでたんだよ、届かないかな。このままじゃ切なくて悔しくて、だから会いたくて会いたくて。君が好きさ、君が好きさ、君が好きさ、伝えに行くから、君の元へ。
しのぐ屋根になろう。君は風を防ぐ窓になってね。彼は枯れ木を集めてきてね。彼女は暖炉に火をつけてね。そして共に温まり話そうよ。涙の蛇口は少し皆さんの心に少しでも、明るい光を、僕たちが注いでいけるように精一杯演奏したいなと思います。そしてこのほぼほぼね、ほぼほぼ360度の、この形っていうのはとても美しい、こう輪になっていこうっていう意味もあるしね、そしてこのピラミッド、それぞれがこう寄りかかってるわけですよ。今人と人は離れていく一方でしょ。なんか物理的に離れちゃうとさ、なんか心も離れちゃうような、そんな気がしちゃうでしょ。だからピラミッドというこの物理的に寄り添い合ってる、この場所でカルテットアンサンブルで輪になってコンサートをやるっていう、この今日のコンセプト自体素晴らしいコンセプトで、そこに集まってる皆さんはなんと心美しい、心お優しい、心豊かな、褒めております。皆さんだと思います。本当にどうもありがとう。では手拍子とともに行ってまいりましょう。
ずでもいいんじゃない、やらないよりマシじゃない、やりたいくせにやらないままじゃそれはもったいないじゃない、行きたいならいいんじゃない、思うがままでいいんじゃない、自分の思い大切にする、自分がいてもいいじゃない、行くよ、涙悔しいから流れて、涙嬉しい時こそ流れるものさ、ついてもいいんじゃない、気づけるからいいじゃない、傷つくたびに気づけるものがあれば成長すんじゃない、行き詰まればいいんじゃない、その先がきっと答えじゃない、自分も知らない自分に会える、それ努力ってもんじゃない、じゃなく夢は瞳に映して見るものだから、頑張る君が好き、頑張る君が好き、君の夢の背中を押すから、君が好き、僕の夢も君と一緒に、人に感謝できることがきっと僕らを強くするから、背中ほど流れてるこの時間の中で、私あなたを見つめてるの、 So happiness、 まるでそう、それは巨大な砂時計流れるように、私あなたと肩寄り添うの、私あなたと出会いで本当によかった、夕暮れの浜辺砂浜に描いたアイアイアさんはそよ風のラブストーリー、これからどんなことが訪れても私あなたのそばにいる、いつまでもあなたと出会えて本当によかった、天の川に咲く流れる星に願いを込めた星空のラブストーリー、あなたと出会えて本当によかった、夕暮れの札幌ピラミッドに咲いたアイアイアさんはそよ風のラブストーリー、手拍子を。
の歌をお届けしたいと思います。聴いてください。星空の下で僕は歌っているよ、祈りながら。星屑の旋律は君の声が歌うように。夏の夜空が大きな三角形を描くと、僕の心はあるタイルの光に揺れる。流れ星よ、今君の元に届いて。シューティングスター、シューティングスター、シューティングスター、祈るよ。Can I feed you? 寂しさを溶かすように伝え合う温もりを、星屑の旋律は臆病な君の口癖。オレンジ色の夏空に星が見え始めると、このままでいたい君は僕の服つかんだ。僕を照らしてる希望。
か。今も一人きり、あの夏の中で忘れ物を探し続けてる。永遠と信じた時から出口のない季節の中さ、今も終わらない。君と過ごした夏はまだ冷めない。夢の途中だよ。会いたくて名前を呼ぶけど、君は君は見つからなくて、僕は一人探し続けているよ。いつもと違う僕の様子に気づいて、どうして君も無口になるのさ。早く言わなきゃ焦る思いほど、出てくる言葉はつまらないことばかり。見つめた君の横顔、こんなにも愛しいなんて、高鳴る胸の音さえ聞こえそうな僕の心。僕は君が好きなんだよ。今年の夏は僕花火を楽そう。なんて洒落た言葉なんだろう。恋し焦がれてる様子ね。今年の夏
は僕と花火を灯そうよ。君への線香花火はずっと消えないよ。もうさらじゃらスタッタさらさらの拍子僕は君が好きなんだよ。だから今年の夏は僕と花火を灯そうよ。なんてシャレた言葉なんだろう。愛し愛されるさまこね。今年の夏は僕と花火を灯そうよ。君への線香花火はずっと消えないよ。今年の夏最後のサマコネ、ツースーの代わりにやってまいりましょう。今年の夏は僕と花火を灯そうよ。なんてシャレた言葉なんだろう。恋し焦がれてるパラダイス。今年の夏は僕と花火を灯そうよ。君への線香花火はずっと消えない。いや、できてたよ、できてた。令和2年にありがとう、コマネチ。いやを結んだ永遠の記憶。あなたのそのぬくもりはまるでインパチェンスのようで、触れ合う指先、心に花が咲きました。もし生まれ変わっても、あなたのあなたのそばにいたい。最初で最後のわがまま、あなたの隣は美しい。もし叶わないのなら、一輪の一輪の花に生まれて、二度と枯れない花として、あなたに寄り添いたい。変わったら、あなたとあなたとまた生きたい。一面に広がる花々、それでもあなたを探してみせる。指切りした約束、溢れた優しさで
もう一度抱きしめるから、未来がどうなっちゃうのと、未来がどうなっちゃうのと分かんないことばっかりです。だけど自分がどうしたいか、己がどうしたいかを胸に常に抱いて、そして実際に行動するっていうことだけは忘れないでいましょう。希望を持ちましょう。そして行動しましょう。できるんだったらやりましょう。できないんだったらまた次にやりましょう。それでいいんだと思います。萎縮する必要はないんじゃないかなと思います。笑顔を一人一人持っていきましょう。大切なものって触れすぎると壊れちゃう。少しだけ笑って微笑み返せたら上出来。あなたがいることってこんなに素晴らしいんだ。あなたがいるだけでこんなにビューティフルなんだ。この気持ちはまさにシンプルで、あなたと生きてる今も感じた。この気持ちは実に誠実で、この気持ちはまさにシンプルで。この気持ちは実に誠実で、この気持ちはまさにシンプルで。
こと、ありがとう、ほら聞こえるはずだよ。感想になっちゃった。時間大丈夫かな。じゃあ送ります。バイオリン野村聡さん、そして野村夫妻、ビオラ。チェロ門前さん、セカンド美咲さん、キーボード福井貴子。喜び悲しみ繰り返し、この出会えた奇跡が明日を照らす。ハデレドナルドゥラ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 、ここにある、今を生きる奇跡が明日を照らす光になる。頑張ることは未来の温かな言葉へのパスポート、ありがとう、ほら聞こえるはずだよ。頑張ることは未来の温かな言葉へのパスポート、ありがとう、ほら聞こえるはずだよ。どうもありがとうございました。マイク持ってきちゃった。どうしよう。なんか感極まってうまく表現ができませんが、生ライブできるようになって、小樽さんも人数、キーボードじゃない、アカシオとギターでやりまして、で、先日の時計台は一人で、今回一番多い人数で、ライブをやりました。まあ、いろんな意味で大変なこともあるんですけど、やはりたくさんの人とアンサンブルをするっていうことがとても大切な、ことでありまして、やはり音楽家一人一人がいろんな気持ちを持って生きてきたと思うんですね。それを今日、野村さんなんて去年の10月ぶりの演奏って言ってました。それぐらい久しぶりの音楽だったと思います。そして僕たちから放たれたその音楽の愛のボールを皆さんがズバンとね、こう受け止めてキャッチしてくれていたなっていうことを感じました。皆さんの、音楽への愛、そして桜庭仁志を愛する愛みたいなものに応えられていたらいいなというふうに思います。いつかまた、ここでね、この編成で、今日はいっぱいディスタンスがあったけど、満席の満面の笑顔でできる日が来るように、僕は一歩一歩小さく中くらいでも歩み続けていくことを、誓います。誓います、ずっとずっとあなたのそばで生きていたい。笑う日も涙
泣ける日もずっとずっとそばに